トーマスにパーシー、私の車が故障してしまったんだ。パーシー、君は私をナップフォード駅まで乗せて行ってくれ。わかりました、トップハマートキャン。トーマス、君は私の車を運んで修理してもらってくれ。頼んだぞ。お任せください。気をつけてね、トーマス。ありがとう、パーシー。君も気をつけてね。あ、パーシーだ。トーマスにパーシー。今日は二人でブレンダムの港へ行ってくれないか。お祭りに使う飾りを受け取って広場に運んでほしいんだ。わかりました。わかりました。お祭り楽しみだね、パーシー。そうだね、トーマス。僕たちもお祭りを見られるのかな。もちろんだよ、パーシー。しっかりと仕事を終わらせて、君たちもお祭りに参加するといい。やったね、パーシー。急いで仕事を終わらせよう。うん、急いで終わらせよう。あ、パーシーだ。やあ、トーマスにパーシー。パーシー、今日は郵便の量がいつもより多いらしい。トーマスと一緒に手分けして郵便配達をするんだぞ。いいな。わかりました、トーマス。よろしくね。うん、パーシーと一緒に配達ができるなんて嬉しいよ。僕もだよ、トーマス。さあ、郵便を届けに行こう。二人とも頼んだぞ。トーマスにゴードン。ゴードン、君は加湿の掃除をしに粗道整備工場に行きなさい。え？まだ大丈夫ですよ。問題なく走れます。ゴードン、無理するのは良くないよ。そうだぞ、トーマスの言う通りだ。無理をして故障したら修理をしなければならない。加湿の掃除よりもずっと時間がかかるだろう。はいはい、わかりました。整備工場に行ってきます。戻ってきたらまた一緒に走ろうね、ゴードン。あ、ゴードンだ。やあ、トーマスにゴードン。今日はゴードンに粗道空港にお客さんを迎えに行ってもらいたい。観光客がたくさん到着する予定なんだ。わかりました。羨ましいな。僕もジェレミーに会いたいな。はいはい、トーマス、遊びに行くわけじゃないぞ。でもゴードン、嬉しそうだよ。俺様が嬉しそうにしてるって？まさか。いや、嬉しそうにしてるよ。冗談だろ。そんなわけない。こらこら、いい加減にしなさい。時間に遅れるぞ。トーマスにゴードン。今日は修理中のヘンリーの代わりに二人でブレンダムの港に向かってくれ。トーマスは港でヘンリーの部品を受け取って粗道整備工場に運んでくれたまえ。わかりました。ゴードンはフライングキッパーを引くんだ。そんな、俺が貨車を引くんですか？俺は粗道島で一番力が強い機関車で急行列車を引いているのに。たくさんの人が魚を待っているんだ。急いで行ってくれたまえ。ねえ、なんてこった。俺が魚の貨車を引くなんて。仕方がないよ、ゴードン。元気を出して。さあ、行こう。わかったよ、トーマス。行くぞ。トーマス、予定より遅れているじゃないか。すいません、フランキーが忙しくてなかなか荷物を下ろしてもらえないんです。本当かね。うん、港の様子を見に行った方がいいようだな。おはよう、トーマス。パーシーはピストンが故障してしまった。きっと明日は郵便配達ができないだろう。君が代わりにやってくれたまえ。わかりました。また郵便配達をやってみたかったんです。では君に任せよう。
しっかりやるんだぞ。もちろんです。頑張ります。任せてください。おはよう、トーマス。おはようございます。今日は君にとても特別な仕事を任せよう。私の母がミスティーアイランドに行きたがっているんだ。いろいろ案内してくれたまえ。それはいい考えですね。ミスティーアイランドは楽しいところですよ。その通りだな、トーマス。頼んだぞ。楽しい時間を過ごせるようにな。任せてください。絶対に気に入ってもらえるはずです。トーマス、今日はウルフステッド城の見学会だ。そこで君に特別な仕事を任せるぞ。はい、何でしょうか、トップハムハット卿。見学会に招待された子供たちをナップフォード駅に迎えに行ってお城に連れて行くんだ。わかったな、トーマス。わかりました。お城に行くのも久しぶりだな。すごく楽しみだ。トーマス、これからトロッターさんのところへ藁を届けてくれ。その後は丸太を受け取りに森へ行ってほしい。はい、わかりました。丸太をブレンダムの港に届けたら、お茶の時間までに私をナップフォード駅まで迎えに来てくれ。それから私を乗せてメイスウェイト駅に向かってくれ。トロッターさんに藁、丸太を受け取って。トーマス、聞いているかね。あ、はい、お任せください。トーマス、今日君は粗道レスキューセンターで働いてもらうぞ。ハロルドと協力して困っている人を助けてあげるんだ。わかりました。よーし、しっかりパトロールして困っている人を助けるぞ。僕が粗道島のヒーローになるんだ。あ、ジェームスだ。トーマスに、ジェームス、今日は君たちに特別な仕事を任せるぞ。ゴードンがビカーズタウンに行っている間、ジェームス、君に急行列車を引いてもらいたいんだ。わかりました。ゴードンより丁寧に急行列車を引きますよ。それからトーマス、ジェームスの代わりにマッコールさんの農場へ行き、リンゴを受け取ってきてくれないか。わかりました。ジェームス、君の代わりに頑張るよ。頼んだよ、トーマス。あ、ジェームスだ。やあ、トーマスに、ジェームス。ジェームス、君は粗道整備工場へ行って磨いてもらいなさい。やったー、嬉しいな。念入りに磨いてもらおうっと。トーマス、ジェームスが粗道整備工場に行っている間、彼の仕事を君に任せることにしよう。トロッターさんの農場へ子豚を連れて行ってほしいんだ。わかりました。子豚さんを連れて行きます。え、いいの、僕も子豚さんに会いたいな。じゃあ君が行くかい。ピッカピカのボディか子豚さんか、悩ましいよ。ああ、どうしよう。あ、ジェームスだ。やあ、トーマスに、ジェームス、仕事の準備はできているかね。ジェームス、はい、準備万端です。トップハムハット卿。ジェームス、今日はいつもよりきれいに磨いているね。そうなんだ、実は今日はタウンホールでコンサートがあるからね。トップハムハット卿の大事なお客さんを連れていくんだ。ジェームス、そろそろ時間だ。遅れないように頼むぞ。気をつけてね、ジェームス。ありがとう、トーマス。それじゃあ行ってくるよ。あ、ヒロだ。トーマスに、ヒロ、今日は二人にたくさんの貨車を引いてもらうぞ。お任せください。いたずら貨車は苦手だな。言うこと聞かないんだもん。トーマス、いつだって礼儀正しく優しくするのが一番なんだ。そうすればいたずら貨車たちもしっかり走ってくれるさ。そうかな。大丈夫、私が一緒に走るからね。
ありがとうヒロ、礼儀正しく優しく行こう。そうだトーマス、さ行こうか。あヒロだ。やあトーマスにヒロ。おやトーマス、どうしたんだね。あストップハムハット教、僕はどうしたらヒロみたいにたくさんの傘を引いて走れる機関車になれるのか考えてたんです。トーマス、君だって私にできないことをたくさんやっているじゃないか。それはとても素晴らしいことなんだよ。そうか、僕は僕にできることを頑張ればいいんだ。そうだよ、我が友よ。うむ、それではトーマスにヒロ、これから君たちに特別な仕事を頼むとしよう。はい、頑張ります。僕、トーマス、一緒に遊ぼう。世界中のいろんなものを見てみたいな。僕が一番だ。一番役に立つ機関車になるぞ。役に立つ機関車になりたいな。ピストンの調子もいいみたいだ。楽しいな。蒸気がいっぱい出てきたぞ。パワーが上がってきた。世界中のいろんなところに行ってみたいな。水のバスそばかすがかわいいオージーは優しい女の子の機関車なんだ。赤紫の大型機関車のケイトリンは競争が大好きな女の子なんだよ。ハラハラドキドキする山に登ろう。インドから来たとっても綺麗なボディのアシマは明るくて元気な女の子なんだよ。近くて茶色いボディのトビーはとても仲良しだけどちょっと怖がり屋さん。世界中のいろんなものを見てみたいな。力持ちの真っ赤なクレーン車のロッキーは脱線した機関車を持ち上げて助けてくれるんだ。ミアはケニアから来た女の子、元気でオレンジ色のボディが綺麗なんだ。赤くて大きな機関車のヨンマオは勇敢で僕も助けてもらったことがあるんだよ。僕はトーマス、小さいけれど働き者で頑張り屋なんだよ。エドワードは真面目で働き者、とても親切で優しい機関車なんだ。僕が一番だ。
な石炭を使って走る大きな機関車だよ。威張っているけど本当は優しいゴードンは急行列車を引いているんだ。一番役に立つ機関車になるぞ。ピカピカの真っ赤なボディの機関車はジェームズ。とっても綺麗好きなんだ。僕の一番の友達はパーシー。郵便配達が仕事なんだ。役に立つ機関車になりたいな。気持ちよかったな。今度はどこへ行こうか。